基本的な使い方。電子辞書の操作はメニュー画面から始めます。キーのメニューキーを押すか、画面のメニューアイコンをタッチすると、メニュー画面が表示されます。メニュー画面からいろいろな辞典や機能を選ぶことができます。辞典や機能を選ぶには、矢印キーと訳・決定キーを使用します。辞典や機能はカテゴリーごとに分かれているので、切り替えたいカテゴリーを選んで、辞典や機能を表示します。使いたい辞典や機能を選びます。使いたい辞典や機能の最初の画面が表示されます。また、よく使われそうな辞典は、あらかじめキーにも登録されています。キーを押すたびに2つの辞典が切り替わります。リスト画面や意味の画面では、文字サイズキーを使って文字の大きさを変えることができます。文字サイズキーを押すたびに、文字の大きさが3段階で切り替わります。